はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はえ、2023レギュラーついに登場ということで、各チーム85以上全選手徹底解説やっております。今回はブラウブリッツ秋田編ということで、秋田の85以上全選手3選手紹介していきたいなと、評価していきたいなと思います。はい。ということでやっていきたいんですけれども、はい。ここはね、青木選手がね、最大グレードということで、まあ、青木選手ね、去年、チームトップ、 スコアラーだったかなうん、5得点ぐらい決めましてね。まあ、ブラブリッツ秋田って今年もそうなんですけど、ちょっとね、攻撃陣に課題がありそうなんですが、でもね、まあ、意外となんかその、別にスタッツとかから見てもそんなになんか悪くなくて、まあ、そのフィニッシュのところがね、最後のちょっとそこで手に絡めてないのかなというところがあるんですが、まあ、青木選手ね、昨日ゴール決めまして、ちょっとそこでね、はい、ここから勢いづいてくれるんじゃないでしょうかというところもありますし、 まあ、評価がね、最近上がってきたところ。まあ、藤山選手ね。藤山選手、去年もね、結構しっかりと活躍してまして、今年もね、ここまで安定した活躍してるんじゃないかなと思うので、まあ、グレードアップとかね、まあ、限定化とかも結構、まあ、可能性あると思うので、まあ、そういうところでね、今年ちょっと名前を見る機会が増えそうな気がします。であと、飯尾選手はね、まあ、昨シーズンの前半やったかな。確か85以上一回レギュラーなってて、そっからちょっと怪我かな。で、ちょっと出場が減って、 であんまりカードを見なくなったという感じがしましたけど、今年はここまでね、安定して活躍されているので、まあ今年ね、伊予選手の、まあ、限定とかね、まあ、サイド系の限定とかと相性良さそうだったりするので、まあそういうところね、まあ、すでにもうキャプテンで限定登場してますけど、今年はまあ複数枚とか出てもおかしくないんじゃないかなと思うので、はい今後ちょっとね、期待が高まる選手たちじゃないかなと思いますので、はいここしっかりとね、えー、評価していけたらなと思います。よろしくお願いします。 では、先にね、評価基準の説明をさせてください。こちらです。はい。えー、この動画の評価についてなんですが、スキル、能力値、総合の3項目で、1から5の9段階、点を含めて評価していきたいと思います。で、また、一人一人ね、評、えー、評点つけた上でですね、まあ、細かいところ、まあ、スキルとか能力値見た上で、一人一人判断、えー、評価させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速一人目から参りましょう。まず一人目の選手、こちらです。 はいえー、ブラブリッツ秋田の青木翔太選手です。青木選手、スキル4、能力値4、総合4で評価しております。はい、見ていきたいんですけれども、まあ、スキル構成結構ちょっと珍しい感じですが、まあ、オフェブレースストライカーはまあ悪くないですが、うーんまあ、ヘッドがね、ちょっとね、<laughs> なんとも言えないですね。まあ、スキル、まあ、評価的にも3.5よりの4かな。まあ、でも4は、まあ、4かな。4にしときましょう。はい。 <laughs> 能力値に関してはね、まあ、ここオフェンスね、高い選手なんですけれども、はい、まあ、ボーナセイ1まではしないので4が精一杯かなと思います。まあ、ゆえにね、総合も4という評価にさせていただいてます。うーん、まあ、正直ね、ちょっとね、手数がちょっと少ないですね。うーん、まあ、ちょっとね、なかなかスタメンというところに関してはちょっとほど遠い感じがしますが、 青木選手ね、あ昨日もゴール決めまして、ちょっと勢いに乗ってくれさえすれば、ストライカーとかね、そういったところの対象にもなりやすいとは思うので、はい、ここからね、まあ、どうですかね、まあ、グレード的な話でいうと、うん、まあ、そうね、やっぱフォワードの選手なんで、 まあどっちかというとゴールとかアシストとかそういうやっぱ、うん、数値かな、得点貢献度みたいなところの数値が伸びてくると、おのずと評価ももっと上がってくるのかなと思います。まあ現状でも89ね、まあ、結構評価高いし、なんなら青木選手ね、ちょっとね、不遇なことがありましたからね、あのー、多分ベストゴールだったんじゃないかな、<laughs> 言ってたらねうん、ぐらいのゴールをね、ちょっとね、まああんまり良くない、まあ良くないというかもし、まあ、なんか難しいけどね、うーんまあまあ、まあ、まあ、 うん、触れにくいけど、うん、まあそういう、まあ、ハーフウェイラインからね、あの素晴らしいシュートを放った時もあったんですけど、うん、まああれはちょっとなんか、うん、あの取り消し、取り消しっていうか、まあなんて言うかな、あれなんて言ったらいいんだろうな、まあ入ってたけど入ってないみたいな <laughs> 感じですかね。はいまあ入って たあれ、決まってたらベストゴールとかあったんじゃないかなっていうぐらいね、そこがほんとなんか青木選手の J クラのカードとしてのなんかすごい分かれ道だったと僕は思うんですよね。ただね、まあそれはあったにしても、まあここからね、盛り返してほしいなというところが正直なので、まあストライカーとかね、限定戦線は結構第一候補になってくると思うんで、限定で見る機会はね、このまままあ試合出場はね、しっかりと、えー、このままね、あの、行けば、 はい、限定。まあ、フォーカス系とかもね、まあ、絡んできそうなので、まあ、今後はね、限定がちょっと楽しみな選手かなと思います。まあ、レギュラーもね、89グレードということで、まあ、比較的、まあ、飛躍した選手の一人なので、まあ、ここはね、ちょっと今後どうなるかをちょっと見守っていきたい選手の一人かなと思います。非常に興味深いですね。 はいまあ、そういってね、あの月間ゴール未遂みたいなこともありましたし、まあ、そういったね、なんかダイナミックな部分を、ね、秘めてる選手だと思うので、はい、まあ、今後のね、そういうなんか特別限定のところというのもね、ちょっと期待したいですね。はい、まあ、このカード自体はね、ちょっとなかなか手数少なくて、まあ、S ストライカー頼りになりそうですが、まあ、ね、やっぱね、シュートセーバーっていうのがあるんでね、タイね、そこに関してはちょっと分が悪いので、まあ、ちょっとレギュラーをなかなか、うんスタメンで使うというのはちょっと難しそうかなというのが正直な判断かなと思います。 はい。では、二人目行きましょう。二人目の選手、こちらです。はい。えー、ブラブリッツア来たの、藤山智文選手です。はい。藤山選手なんですけれども、まあ、ここはスキルに関してはいいですね。4.5。えー、能力値が4。総合4で評価しております。まあ、スキルね、非常に良くて、まあ、トルクモーターね、いいと思います。で、インターセプトもしっかり持ってて、スティール系も持ってるということで、はい。ここは文句ないですね。4.5です。 で能力値に関しては、まあ、スタミナ高いの非常にいいんですけどね、まあ、やっぱディフェンチがちょっと急所になりそうということで、ちょっと4かな、まあ、4.5よりの4ですけどね、はい、まあ4かなと思います。で、相互は4にしてますが、ここはまあね、もう結構こういうタイプの選手は数々解説してるので、もうもう結構ここまで見てきた皆さんなら僕が言うことはわかるでしょうということで、もうディフェンチをね、はい、とりあえずあの上げてあげたいですね。はい。 まあグロー、まあ、キラーとかね、まあ、キラーとかグレードアッププラスとかうんそこで基礎値を上げつつなおかつセンスつけたいねそれが結構理想かなと思いますまあグレードプラスはねなかなかちょっと当てはまる人によっては当てはまらないと思うんですけれどもまあキラープラス、まあ、センス3つありますからね うん。まあ、クラブリンクセンスとかでね。まあ、クラブリンクつけるとなおね、ハードル下がるんですけれども、ないにしてもま、センスで、はい、せめてあの、どうにかなるぐらいの能力値にはしたいかなというところが全てだと思います。まあ、素材は一級品だと思います。なので、まあ、これはどれぐらい育てれるかによって本当に、はい、変わると思うので、まあ、グレードも87ということでね、比較的に狙いやすいグレードなので、結構枚数引こうと思えば引けるんじゃないかなと思うので、 ま、ぜひね、あのー、レギュラー同士重ねて、まあ、成長させ、まあ、ね、育成の部分もそうですけど、まあ、いいセンスつけたいですね。もしくは、もしくはキラーね。うーん、そういうところも狙っていきたい選手かなと思います。まあ、特にやっぱこの中盤の選手とかね、キラーが映えるせん、まあ、あ映える選手多いので、まあ、藤山選手もね、その一人だと思うので、はい、ここはしっかりと底上げをして使ってあげてほしいなと思います。底上げさえできれば、まあ、本当にボランチとかのスタメン候補にはなってくるかなと思います。 はいでは、最後3人目いきましょう。3人目の選手は、同じくブラウブリッツ秋田の飯尾龍太郎選手です。はい飯尾選手、スキル4.5、能力値が4、総合4で評価しております。はい、ここもちょっと見ていきたいんですが、スキルい、e、いですね。ここもね、パーフェクトスティールとハードタックルとフィードということで、まあ、A スティール、B タックルの組み合わせとなっております。ここは非常に評価できます。4.5です。 能力値に関してもね、まあ、ディフェンス高い選手ではないですけど、ボナセンディフェンス持ってるのは非常に評価できます。まあ、4止まりではありますけどね、ここはい、e、い4と思ってください。で、総合も4となっております。まあ、ここも藤山選手と同じような <laughs> 評価になってしまう。ポジションさえ、ポジションだけちょっとね、まあ違うけどね、まあ、まあ、右サイドバックは一致してますけれども、うん。まあ、どちらにしろね、ディフェンスを底上げしたいというところで、ここで、まあね、ボナセンディフェンスなの結構でかいですね。はい。 まあ、e 選手もね、グレード85なので、重ねて、まあ、いいセンスつけたりとかね。まあ、できれば、キランにしたりとかしてね、そこを上げして、まあ、ハードルはどんどん下げていきたいですね、育成のね。はい。ただ、ボナセン、ディフェは結構でかいですね。まあ、ソックス入れるとかの判断になってくるとかになるとね、余計にでかいんでね、まあ、そのままでも結構でかいですけど、20%はね。はい。まあ、EO 選手といえば、はい、冒頭でも言いましたけど、まあ、キャプテンのね、限定出てまして、僕もちょっと当てさせていただいたんですけれども、まあ、 あの、いいカード出てますからね。はい。これ以上に正直いいんじゃないかというカードが出てますけれども、まあ、レギュラーも結構負けてないと思うんで、まあ、しっかりとね、ここは、はい。まあ、能力値乗せたいですね。まあ、スキル強化とかでもいいと思うんですけど、まあ、とりあえず、そのスキルとか、はい、能力値、まあ、ディフェンチね、とかを上げて、まあ、よりね、あの、スタメン仕様にしていきたいところであるのかなと思います。 はい。まあ、ここは、ま、あちょっとね、藤山選手と同じような評価になりましたが、とりあえず能力を、まあ、ぼあの、ディフェチね、を底上げして、ぜひね、あの、強度というところを、ぜひ上げて使っていきたいというところですね。はい。そこさえ上げないれば、はい、十分トップクラスになれる素材かなと思いますね。はい。ということで、3選手評価を、評価終わりまして、いかがだったでしょうか。ええー、まあね、結構スキル面がね、うん、特に後半の2人は、 はい、しっかりしてましたね。ここはまあトップクラスのスキル構成と言えるでしょう。だから、まあ、ここは能力値をしっかり上げて。 てあげると、まあ、スターメン級にね、なれるというところで、まあ、非常に評価高いんでね。で、グレードも低めなので、ま、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。まあ、ちなみにこれちょっと余談ですけど、僕ちょっと秋田でクラブ、あのー、クラチャン出ようかなと思ってます。<laughs> はい、事情は、まあ、藤山選手と飯尾選手狙いで、はい、ちょっと出ようかなと思ってます。ちょ、ちょっと検討中ですけど、はい、なかなかでも秋田とか行くことないんでね、 まあ、小柳さんとかがね、本当はね、<laughs> スターターの時にワンチャン行こうかなと思ったんですけどね。なんなら先月もちょっと行こうかなと思ってて、まあ、藤山選手もね、良かったしね、スターターね。うん。先月ちょっと考えてたんですけど、はい。まあ、先月行けなかった分、ちょっと今月はより、まあ、行きやすくはなったかなというところね。まあ、伊尾選手被ってもいいしね、キャプテンね。はい。ということで、まあ、ちょっとお邪魔しようかなと思ってます。まあ、できれば10位内狙えれば、狙いたいなぐらいでね。まあ、狙えなかったとしても、まあ、仕方ないですけどね。まあ、それは結果なんで。 はいまあ、お邪魔することがあるかもしれませんので、もしね、秋田で、あの、くらちゃん出る方は、まあ、旗は貢献したいと思いますので、あのぜひよろしくお願いしますということで、はい、えー、今回のね、あのー、まあ、関係ない話、最後ちょっとしちゃいましたけど、えー、ブラブレッジ秋田のレギュラーの85以上前線3選手は、はい、結構いい選手出たと思うので、まあ、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。ということで、えー、今回の評価動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここにて失礼しましババイバイ